このイベントは北陸キッチンカーグランプリ実行委員会が去年から始めたものです。加賀地方で初めての開催となる今回は、北陸3県からスイーツや軽食などを提供するキッチンカー43台が出展しています。収益の一部は能登半島地震の復興支援として寄付されるということです。いっぱいありすぎてちょっと迷ってしまいますね。スーパーさんとかそういったところには、まあ毎日1台とか2台とかってそのぐらいしかいないと思うんですけど、こうやって一堂に会するっていうのはなかなかないので、そこを楽しんでいただければなと思います。イベントは明日も開かれます。